まどかのかびひわい。まっちゆりの少女。それは、とても寒い、大みそかの夜のことでした。あたりはもう真っ暗で、雪も降っていました。ひとりの少女が、くつもはかずに、はだしのままで、 マッチを売りながら歩いていました。マッチはいりませんかマッチ、マッチ、マッチはいりませんかその少女は家を出るとき、一足の器物を履いていましたが、母親のものだったので、サイズが大きく、道を渡ろうとしたとき、 馬車がものすごい速さで走ってきた勢いで片方をなくしてしまったのです。残りのもう片方はすぐ近くを歩いていた人が素早く持ち去ってしまったので裸足のまま歩いていたのでした。少女がいくら声をかけても忙しげに行き交っている人々は見向きもしてくれません。 マッチはいりませんかマッチ、マッチはいりませんかあまりの寒さにマッチを持つても震えが止まりません。少女の古びたエプロンの中にあるマッチを売らない限り家に帰ることはできないのです。いつもマッチが売れない日は父親がひどく叱り 家の中に入れてもらえないこともありました。どの家の窓からも暖かな明かりが漏れています。夕食の時間ということもあり、それぞれの家からは美味しそうなスープや鶏肉のこんがりと焼けた香りがしています。お腹も好き、寒さで 体は思うように動かず、なんとか人通りの少ない裏の通りの雪がしのげる場所を見つけ、そこにぐったりと座り込みました。小さな少女のマッチを持つ手は氷のように冷たく硬くなっていました。もう歩けないわ。 そうして、少女はマッチを一本取り出すと、雪で濡れていない壁に、シュッとこすりました。マッチが小さく、パチパチと言いながら燃えています。その日は暖かくて、明るくて、まるで小さなろうそくのように、少女の手の中で燃える不思議な火でした。 その不思議な炎を見ていると、その中にストーブが現れました。ピカピカの金属の足と蓋のついたダルマストーブです。少女はもっと温まろうと、ストーブの方へ足を伸ばしました。とその時、マッチの火は消えて、ストーブも目の前から となくなってしまい、手の中のマッチの燃えかすだけが残っていました。少女は次のマッチにも火をつけました。火は勢いよく燃え出しました。光がとても眩しく、一瞬目をつむり、また目を開くと、そこは暖かな家の中。 豪華なテーブルには食べきれないほどのごちそうが並べられており、はあ、美味しそう。と言った瞬間、マッチの火は消え、ごちそうも炎とともに消えてしまいました。少女は急いで三本目のマッチにも火をつけました。すると今度は明かりの中に、 素敵なクリスマスツリーが現れました。それは少女がガラス越しに見てきたどんなお金持ちのツリーよりも豪華で、目を細めながら少女が手を伸ばし触ろうとしたその瞬間、マッチはふっと消え、ツリーも跡形もなくなり、 ただしんしんと降る雪の景色だけが目の前に広がっていました。少女がふと空を見上げると、雪の雲に覆われているはずの空に、一筋の流れ星を見つけました。すーっと青白い線を描いています。誰かが死んでしまったんだわ。 それは少女が大好きだったおばあさんが生きていたときよく話していたことでした。人が死ぬと流れ星が落ちてその人は神様のもとに行くんだよ。というおばあさんの優しい声を思い出していました。少女はもう一度マッチをすりました。 少女の周りを黄色がかったオレンジの光が包み込んでいきます。前を見ると、光の中に優しく微笑むおばあさんが立っていました。おばあさん少女は寒さも空腹も忘れ、おばあさんのもとへ走り、懐かしい洋服の香りを嗅ぎながら、おばあさんのエプロンへ顔をうずめました。 消えないで。マッチが消えるとおばあさんも消えてしまうんでしょあったかいストーブやおいしいご飯、豪華なクリスマスツリーみたいに消えちゃうんでしょそう言うと、少女は急いでマッチの束を取り出し、おばあさんが消えないように、次から次へとマッチに火をつけるのでした。 おばあさんは昔のように少女を腕の中に抱きしめました。そして二人はそのままふわっと浮かび上がり、空の向こうの光の方へと高く高く登っていきました。その光の中にはもう寒さも腹ペコも痛みもありません。 少女はおばあさんにもっとしっかりと抱きつきました。次の朝、みすぼらしい服を着た一人の少女が、裏の通りの壁に寄りかかって動かなくなっていました。青白い顔をしていましたが、口元は幸せそうに笑っていました。少女は、 座ったまま固くなっていて、手の中にはマッチの燃えかすの束が握りしめられていました。かわいそうにマッチで温まろうとしていたんだろう。お腹も空いていたでしょうね。と人々が言いましたが、少女がどれほど幸せな気持ちで天に帰っていったのか、誰も 知ることはありませんでした。見てくださってありがとうございます。いいね、そして番組登録もぜひよろしくお願いいたします。